サンバ語り番組に対する読者の反応集。サイコロの旅的なものでも秘境巡りでも、この3人なら面白くなりそうな気がする。見たくない？すぐ揉めて面白いことになりそう。温泉はいいよなぁ。ポカポカでよ。とか言ってたら急に、南の島はアーバカバッカー、とか歌い出すルフィ。うるせえ麦わらやぁ。とか言い出すロー。てめえのがよっぽどバカだろうがバカザルが。とか言い出すサウスブルー出身のキッド。ロー、本日のゲストはこの方です。一番旅番組向いてないやつ呼ぶな。迷子探す番組になるぞ。絶対ルフィ、ゾロ以外の面々が頭抱えてる。なんならルフィも頭抱える。ルフィ、この先に飯屋ありそうか見に行ったゾロが、帰ってこねえ？なぜゾロに行かせた？昼飯何食う？でも揉めるし、夜のホテルが一部屋しか取れませんでしたーとかの場合、誰がベッド使うかでと付き合いしてる。こいつらの旅計画性皆無双だな。イヤローがいるから行けるか？と思ったけど、こいつの趣味放浪じゃねえか。きっと、お前だけが頼りだ。計画を立てたとして、ルフィがその計画通りに動くと思うか？ローが勝手にどっか放浪行く。で、ルフィが旅行計画無視して動くから、途中からきっとしかいなくなる。行き先の決め方。6分の1の夢旅人、がかかりそう。アポなし旅とかやらせたら、見つけた飲食店に取材許可をもらうために、入店したら無言でうつむいて帰ってきたろうと、その様子を見て怒り2割、落胆8割の面持ちでローに話しかけるルフィとキッドは絶対いる。ダメだったか。オッケーだそうだ。紛らわしいわ。状況的に見ても、一番最悪なサイコロの目を出してしまえ。何やってんだユースタスや。ギザオのダメ人間。と、二人から罵られるキッド。趣味が冒険と放浪の二人だ。お前だけが頼りだ、きっと。なんか、きっとが一番マシって扱いなのがもう面白い。バス停まで競争だ。負けたやつ隠したな。と誰かがいい競争になる三人？頑張って追いつこうとするけど、三人の脚力についていけなくて、スタッフたちの声しか拾わなくなるカメラ。ルフィ。ああ、バスが行っちまった。ギザオ。きっと、パンクロットン。おら、戻ってこい。大、迷惑。は、ん、そ、く。きっと意外にもルフィは腕伸ばしてバス捕まえられるし、ローはシャンブルズの移動でバス行けるし、こいつら便利だな。なんならきっととルフィはバスの屋根に張り付いて移動できる。良い子も悪い子も真似しないでね。バスが通るたびに技名叫ぶ男児たちが多発するな。保護者からクレームが来てしまう。サウナで耐えられないやつ隠した。三人仲良くサウナでのぼせて水風呂で溺れてそう。お店の撮影交渉はルフィにやらせろ。こういう時こそだろコミュ力の発揮どころ。あと他の二人は見た目が怖い。撮影交渉に行って、うまかった。って腹さすりながら戻ってくるぞ。きっとは充電バイクの旅やるのも見てみたい。スイカマスクつけたキラーさんと一緒に。他二人よりマシってだけできっともそこまで信用できんぞ。打ち入りで計画通りに行かないバカ。ローからルフィともどもバカ扱いされてる時点できっとも大概。争いは同レベルでしか起きないからな。完全に不正乗車で笑う。まあこいつら海賊だし、多少の悪事はね。番組用バス作ってもらえよフランキーに。誰が運転するかで揉める。絶対一回丸々なやつ隠したな。やらないと気が済まないきっと。視聴者から、いつもの、とか、本日のノルマ達成、とか言われてるやつ。普通に名所巡りなのか、行ってキューバリに過酷な場所行かされるのか。ぜひ両方やってほしい、平和なのも過酷なのも。その3人だけだと常にギャーギャーしてて胸焼けするから、中和するやつは必要だと思う。昼まで騒ぎ疲れて、夜温泉入る時とかは当たり障りない会話しててほしい。この中に放り込んで平静でいられて中和できて、いざとなったら締め上げられるの誰？ナミさん。進行はうまくいくようになるけど、経費が痛くなるスタッフさん。呼ぶのにお金絞り取られそうだし、旅行中ちゃっかり経費で支部使ってそう。意外とロビンとか、こう、変な方向に行きそうになったら無言で縛り上げて引っ張っていきそうな。シュール会。三人がワイワイやってるの想像するだけで面白い。きっと、現在の時間は17時か予定よりもかなり遅れてるな。ルフィ。全く計画性がないからこんなことになるんだぞ。ロー、最大の原因はバス停近くの食い物屋を見つけるたびに道草を食ったお前のせいだからな、麦わら屋。
サンバ稼働でしょう。ルフィ、ここをキャンプ地にする。きっと、俺たちはお前鮭じゃねえんだから。ロウ、おい、パイクはねえか。ルフィ、俺の気まぐれカレーを、お見舞いするぞ。一方向で喧嘩してじゃんけんしてまた喧嘩する。こいつらはそういう奴ら。あまりにもフリーダムすぎる三人に、今日はゲストを招きましたってワイプが出て、誰だってしてたら、漏れなく登場するおのおの叱れる保護者メンバーズ、ナミさん、コラさんキラー、が出てきてカオスになるかい。ロ、今回は始める前にスタッフからメモをもらってる。き、はぁ、んなもんいいからさっさと行くぞ。ロ、読むぞ、参戦長の皆様、毎回のロケお疲れ様です。今回は、自由すぎるお三方のために特別ゲストをお呼びしました。今回こそ我々の想定通りのロケをお願いいたしました。そうだ。ゲスト、誰か来んのか。き、ロケが回らねえのはお前らのせいだろうが。ロ、何言ってやがるユースタスや、そもそも麦わら山田がお前らが勝手に。なんでもいいけど早く飯食えて。き、まあ、今日の進行は俺に任せておけよ隠したとも。ロ、カチン。その後テロップにキリがないのでゲストをお呼びしますの文字。ゲストがナミさんだったら直後にルフィがギッタギタのメッタメタにされそう。なあにしてんのよ。こちとらスタッフさんに謝り倒したわよ。きっと、任せられないからこうやって俺たちが呼ばれたんだが。ロウ、一緒に予定通りに終わらせられるように頑張ろうな。なお、コラさんのドジッコパワーは今回も炸裂する。ゲストのナミさん登場で、ルフィが満面の笑みで。ナミー、今日はお前も一緒なのか？って嬉しそうに駆け寄った直後にナミさんの鉄拳制裁が炸裂して、うわ、って引いてるロウとキッドを放送してくれ。現場のスタッフさんたちの苦労やばそう。でもその甲斐あって視聴率取れちゃってるからなかなか打ち切られないんだろうな。ルフィとキッドは張り合えるぐらい大食いだけど、ロウはそこまで食べられない。でもルフィとキッドに隠した煽りされると乗せられて結局大食い対決する。その結果、トラオサンリバース、が起こる。ピンとカペアでは見れないから味方するから、キャップ萌え的な感じで視聴者からの評判は悪くなさそうなんだよな、この番組。ピン、ペア、トリオに向けられてる需要がバラバラなんだよね。トリオは見るけど他のは見ないって人が、なんかの売りでピンの動画見たらテンション全然違くて驚きそう。今回のゲストはこいつだけか。よし、少しはまともに進められるな。って思ったらコラさんとキラーが登場してなんで、顔してるロウとキッドの顔も放送される。キッド、これ食ってみろよ。数時間後。ユースタスや、お前、俺に何食わせた。結局保護者が来た回も普段通りはちゃめちゃだった次の回。ロ、おい、今回もこれを嫁とスタッフからメモを預かってる。ル、また誰か来るのか。キ、前回は、お前らの身内のせいで結局まともなロケにはならなかったからな。ロ、お前のところのも大概だっただろうが、真面目なふりしてああいうタイプが一番厄介なんだよ。ル、トラオの兄ちゃんみたいなやつ面白かったなぁ。何もないところで転ぶし燃えてるしよ。キ、バカザル、お前のとこの航海士のせいでどんな目にあったか忘れたわけじゃねえよなぁ。中略。ロ、参戦長の皆さん、お疲れ様です。前回、皆様の保護者の方々をお呼びさせていただきましたが、我々の想定を超えるアクシデント、暴挙の数々に、どれだけスタッフ一同、いかに見通しが甘かったか痛感させられました。今回は反省を生かして、逆にお三方がしっかりしなければとなる、旅番組にふさわしいゲストを一名お呼びさせていただいております。どうかよろしくお願いいたします。なんだこれは、き、おい、バカにしてんのか。ル、あれ、ゾロ、ゾロ、ロ、キ、終わった。もうこれスタッフさ、番組進行がどうこうよりサンバカに苦労させようって気持ち優先してない？後に伝説の回として語られることになるやつすぎてくさ。今まで、サンバカどうでしょう。ゾロゲスト回、サンバカ、あのバカ、ゾロ、どうしよう。こういう導入も定番になっていくんだろうけど、だんだんスタッフからの扱いも雑になっていきそう。回を重ねるごとにスタッフから呼び捨て、タメ口になられる三人。まあ待て、ゾロは参戦長がバカやってる時は常識人ポジになるからまだセーフだ。気づいたらいなくなってるだけで、不安ならキラーも連れてくればいい。いる間、どんなに真面目でも旅番組で途中からいなくなったら大問題でしょうが。
いなくなったらローにスキャン&シャンブルズで連れ戻させれば被害少なくて済むからセーフ。番組終了時には能力を使いすぎて、肩で息するバテバテの老害そうだな。おいたわしや。と思ったけど三船長みんなゾロを引き寄せられる能力、キッドの場合は対等してないとダメだけど、持ってるからなんとかなりそうだな。よし。でもローはローで、ルフィたちが振り返ったら、あ、いねえ。ってなってるパターンも多そうな。クロスギルド三人版も見てみたい。スタッフが我が会議であの三船長止められるやつ。ってホワイトボードに名前書いていくんだけど、いやいやよく考えたらダメだわ。って罰がいっぱいになってく。が、あ、ぷ、じ、い、じゃ、ん、で、す、と、か、い。干渉剤というか中和剤で、コビメッポも途中でゲストに入れたのにそれでも止まらない&三船長が振り回される暴走会になる。最後の最後になんだかんだと年長者として話聞いてくれるとこあるといいな。ローとキッドの背中をバンバン叩いてほしい。今回はスタッフからなんかねえのか。ろ、そもそも何かあるのが毎回になりつつあるのがおかしい。ル、今日は誰も来ないのか。おーい、ルフィ、キッド、ん、ル、おい、トラオ、ギザオ、今すぐ逃げるぞ。が、なんで逃げるんじゃバカモン。ゲンコツ、ル、いってー。キッド、これ、旅どころじゃないな。おみくじで一番運勢悪かったやつ隠したー。結果大凶を引くキッド、隠した煽りするルフィ、大吉、アンドロー、小吉。大吉出るまで引いてやらー。とか言っておみくじガチャ始まりそう。結局しょぼいのしか出なかったキッド。小銭がなくなってスタッフさんから小銭を、無理くり、借りてそれでも出ない。これになってそう。おみくじ会のゲストはキッド・ホーキンス。ゲストが最悪の世代でできるかな、と思ったけどベッジさん来なさそう。ベッジさんは番組来ないならロケ中に現地でばったり会えばいいと思う。よりによってベッジ一家の家族旅行中だったらおもろい、シフォンの方がノリノリで喋ってくれそう。ローラ並経由でシフォンと仲良くても不思議じゃないもんなルフィ、その辺のつながりを知らないベッジが横で驚いてる。ボニーゲスト会とかも楽しそう。飲食店で金不可避だろ恐ろしい。きっと、おい、今回はどこへ行くんだ？ロー、ルルシア王国らしい。ルフィ、うめえもんあるかな？今回のゲスト、おでん。ろ、三船長の皆さんお疲れ様です。今回はあの大物人物をお呼びしました。せいぜい頑張ってください。メモが雑になってきてるな。ル、ゲスト、またじいちゃんだったらお礼やだぞ。き、まさか四皇じゃねえだろうな。やあみんな、今回のゲストはこの僕、光月おでんだ。よろしくね。地元の名物食わずにカレーかラーメンしか食わないゲストは誰だろうか。ゾロかキラーのイメージが浮かんだわ。なんだろ、ほどほどのテンション&副船長コンビだ。カレーだったらブルックあたりかな。三時飛び散るからダメだ。副船長三人の旅も見てみたい。ゾロは迷子になるから三時代わりに頼む。食レポの信頼感がすごい。三時画面にいるだけで癒しのベポ、いろいろフォローしてくれそうなキラー。安定感があるな。懸念点は街を歩いてると気づいたらサンジがレディーにメロリンしちゃうくらいか。あまりにもフリーダムすぎてスタッフさんが疲れたのもあって船長以外のメンバーがゲストの特別会いいね。同じコースに行かせてみてきちんとレポしてるのを見て視聴者含めてちゃんとした旅番組だってしたい。ロビンちゃんとかに行かせたい。誰かにワイプでガヤ入れてほしいけど誰が似合うかな。麦わら、安定のウソップ、時点サンジ、ハート、ベポ、キッド、キラーかなー。いっそ全然違うとこから召喚してもいいか。見てみたいのはウォーターセブン組のガヤ。笑い方のレパートリーが広そうなトムさん、黒ひげ、ツッコミが的確でリアクション豊富なクイーン、バギー。黒ひげに真顔で、これ大丈夫か？なんて言われた日にはおしまいだな。ワイプの表情含め伝説になるし、なんならコラ画像に使われるルートだ。スピンオフ、ヒート、ジャンパール、ウソップで3人旅？地元の祭りとかちょっとした大会に飛び入り参加で隠した争いする三船長。屋台巡りとかしてほしい。あんまり素行が悪いと、ランダムで海軍からサプライズゲストが来る、大体ガープ、ボルサリーノ、戦国あたり。旅とはちょっと違うけど、祭りに参加するってとこつながりで言って旧のお祭り男シリーズみたいなのに参加して暴れてほしい。絶対途中でお祭りぶっ壊すやつじゃん。でも最後には宴しそう。
そして警視が大変なことになってスタッフが切れ散らかす、アンド保護者面々に連絡コース。キラキラ白狼いそうで笑う。サンバカの身内をゲストに呼ぶと一緒に暴れてめちゃくちゃになるんだから、他のとこからバカどもを世話係を呼ぼう、スモヤンをゲストに呼ぼうぜ。スモヤン、ロケ終わる頃には振り回されすぎて壊れてそう。どうしよう。スモヤンのサポートができてかつ参戦長止められそうな感じの、こう、いい感じの大人みたいな人って意外といない？フジトラさん思い浮かんだけどこれ振り回す側だわ。ちょうどスモヤンのお友達だしクザンさんあたりはどうだろうと思ったけど、止められる力あっても止めないで悪乗りしたりしそうだな。悪乗りするクザン解釈第一致すぎる。パンクハザード編を踏まえるとルフィーローの二人ならスモーカーもどうにかできそうなんだけどな。きっと加わってサンバカになるとダメそうなのがな。イメージだと暴走してもなんとかなるように、しょっぱなからゲストに呼ばれたスモヤンの煙で迷子紐みたいに繋がれてる参戦長を想像してたわ。オープニング。る。おい煙んなんだよこれ、これだと肉見つけた時にすぐに行けねえじゃねえか。き、そうだ、バカザルとボケファルガーはフラフラどっか行くから必要だが、俺にはこんなもん必要ねえ、外せ。ろ。ああ、このバカ二人はすぐに暴れて大惨事になるから捕まえ特に越したことはないが、俺にこんなもんはいらねえ、さっさと外せ。る、き、ろ。あ、カチン。す、うるせえ。てめえらが毎回暴れるからスタッフに泣きつかれて、俺が呼ばれたんだろうが。迷子ひもくさ、いいね。三人協力しなきゃいけない祭りに参加しろ。スモーカーとドレイクでバランス取れ。取れ。おつるさん呼べ。おつるさん混ぜるとやんちゃ坊主どもを叱りながらも、いい感じのほのぼの旅気候になりそう。おつるさん会は癒し会確定。時々しれっと同行するドフィー。ルフィとローに即分殴られそう。サンバカが絶妙なバランスで暴走超特急だし、周りの人たちもあんな世界で生きているだけあって真面目でも悪乗りする奴らばかりだから、スタッフが死ぬ。お前ら、あれを見ろ。そこには大量のビスケットを出す男の姿が、から始まるホールケーキアイランドのビスケット祭りで張り合ってキラキラ出すサンバカが見たい。特番会は劇場版の舞台に行くんだろうか、グランテゾーロ会が見てぇ。赤さ役人男ゲスト会、ルフィたちの暴走っぷりに振り回される。ナレーションはイッテ Q のナレーションしてる人がやってほしい。あとたびたびアドリブでサンバカにツッコミを入れる。ロケバス内で食ってそうなおやつ、ルフィ、おつまみジャーキー、ポテチ、きっと、トマトジュース、カシオ、ドリトス、ロー、酸っぱくない甘い系グミ、海苔せんべい。フードファイトで顔担当がキラキラ担当兼任しちゃうのがもう草なんだ。大体ローがキラキラ、オート、枠なの臭すぎる。くっそ遊び疲れてスーパーローテンションな撮影裏での会話とか隠し撮りしてほしい。いやそこは寝顔だろ、あんなに振り回されるのもうごめんだって裏目しげにカメラ回したら、グースか気持ちよさそうに眠ってるの見て、許すものか、ものか、もの、か。許す、顔がいい、ってなってるのみたい。電波ロジクの番組ならオフショとかたくさん上がってそう。裏でも喧嘩してるんだろうな。ダーツの旅を見てみたい。絶対第一村人に話しかけるのはルフィ。でも一人だけロケ行かせて他二人がガヤ入れる会みたいなのも楽しそうだ。回廊席臭すぎる。三人ともつけられてちゃんとレポしたら外れますって仕様にされてて、ちゃんと真面目にクリアしていくけど、終盤で三人全員外れてやっぱり暴走するのが目に見える。ルフィは牧野から、ローは両親から、いつも楽しく見ています。頑張ってください、みたいな手紙が届くかい。頭を抱えるローが見える。おかきじじいとげんこつじじいが茶飲みながら一緒に見てそう。どんな状態でも、わっはっはと笑ってそうなじいども、おつるちゃんがゲストの時はあれ俺らもやられたなぁ、的な感想が出るかもしれない。こらさんゲスト会が見てー。コラさんゲストの会は、右上あたりにこけた回数カウントされてそう。CM 開けたら謎に回数増えてるやつ。コラさんカウンター好きすぎる。ゲストのリストアップ、二重丸、ナミさん、ルフィの締め上げとチャキチャキ進行してくれそう。おつるさん、引率の先生、この人ならなんとかしてくれそう。丸、キラー、よほどのバカは止めてくれそうだが、基本は放任しそう。ベッチ、家族旅行先でサンバカと遭遇しそう。付き合い切れるか、と言って多分途中で家族旅行に戻る。三角、ボニー、基本的にサンバカのノリに付き合いそう。食事関係はルフィともどもできんにされる。ドレイク、真面目な分、サンバカに振り回される。
ホーキンス、神社仏閣巡りみたいな企画だったら来てくれそう。サンバカのノリには付き合わないが止めもしない。コラさん、行く先々でのドジをカウンターされる。多分サンバカのノリは微笑ましく見てるだけで止めない。スモーカー、絶妙にまとめ上げられなさそう。頑張れ、クザン、フジトラ、3人を止める実力はあるが、サンバカのノリに便乗しそう。バツ、ガープ、逆にサンバカを振り回す。被害請求額が普段の倍になりそう。論外、ゾロ、そもそも最初しか画面に映らない。運が良ければ最後あたりで合流するか。キッドの故郷ロケ。サプライズゲストは初恋のあの人。キッドがトラウマを乗り越えてカレーうどんを食べる感動会になるかもしれない。もちろんゲストはキラーも呼ぶよね。二人がカレーうどん食べる会をワイプから見る残りの2バカ。おいキラー、なんでか知らねえが、今日は俺とお前だけらしい。どうやらそのようだな。お前たちの番組なのに俺たちのみでロケというのは、何か目的があってのことだとは思うが。バカども二人より俺たちのがまともで面白いロケになるんだから、このまま続いちまってもいいけどな、なあキラー。は、違いない。その後二人に待ち受けるカレーうどん。感動2時間スペシャル。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。